聴者が誰しもが気になるであろう1年と10年の給料の差を聞いてました。聞いたらびっくりしたよ。いいです。腰抜かこれもう腰抜かさせてください、視聴者さん。5000以上か。お前月どんなじゃん。どっかじゃある。お前が一番暗くしてるんだよ、お前ちょうど。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとテンション低いな。1回やってもらいます。いや、熱いんで。上げたいし、ちょっと上げてもらえないと上がらない。今日は質問しに来ました、たくさん。はい、また仕事中に来ましたね。だってそれ以外ないじゃないですか。プライベートでじゃやってくれますか。絶対やらない。だってそうですよね、だって仕事終わってからっていうのがありますね。あの常識と考えて。すいません、本当にね。視聴者が誰しもが気になるであろう質問します。はい、ゆうじさん10年働いてますよね。働いてるかな。そこからそこから始まったら長いんですけど、横壁さんもうすぐ1年ですね。僕はですですか。その1年と10年の働いてる方たちの給料の差を聞きに来ました。ああ、そういうこと。そう、だってレクサス買ってリュウジさんと何も買ってない横壁さん、その方たちの差を聞けたらなと。いいよ、実際いいよ全然。まあ、今回金額までは言えんけど。じゃ教えてください、それも。聞いたらびっくりしたよ。だっていいです。腰抜かこれもう腰抜かさせてください、視聴者さんの汗から。じゃあ一つ目の質問、それです。はい、給料はいくらですか。10年目の方と1年目。それにわけないだろ。それで、はい。なんで、なんでもいいですよって言ったじゃないですか。さ、お願いします。9000円。1日、うん、絶対ないじゃないですか。頑張ってます、毎日。毎日。だって考えてください。31日中、4日間休みですよね。うん、31の4日だから、27日。から26だね。9000円だから、22万5000円だね。絶対それでレクサスは買えないじゃないですか。超フルローン。どんぐらいですか。何年払いですか。25年。リュウジさんで9000円なんて言われたら俺いくらなんすか。300円とかじゃないですか。そんな差あるんですか、ここで。5000円だよ。4000円の差。4000円差。5000円の9000円。だって簡単に考えて俺が1年でそれの10倍いるんだよ。確かに。でもそしたら900円とかかもしれないですよね、10年の差で。ああ、そう。10倍で900円だからやっと10年働いてこっちも9000円になる。え、ここの会社辞めた方がいいです。じゃあもうこんなブラック企業ないですよ。もう行っちゃったらいいじゃないですか。いるわけないピーってなるなるわけないじゃないですか。なんでなるんですか。じゃあ何だったら教えてくれます。何だったら教えてあげる。だってさっきのいいですよって言ってくれたのに。まあ、まあ普通にだから働いてくればもともとええい。本当にびっくりしたんですけど。いやめっちゃびっくりした今。いやもう新内とのあ、いいよお前らんなっけな。言えないですよ、そんなのやっぱり。いいえいいえ、俺も別に言えるよ、まあ、けど。それお前自分のじゃないからね。人のだから言えるよ、そりゃ。俺も払ってんだから、ね。まあ普通に僕は働いてたらレクサス買えるぐらいですよね。差がどれぐらいあるの、ちなみに。で、俺は予想ではめちゃくちゃもらってる。え、本当に10倍の差があるわけじゃないですよね、でも。だってないですよね。いくら差？今いくら？僕、手に当て、手でこうやって。カメラに映らないように。手当て入れますか？1いくらっていうのはあるの？1日いくらだから、うちは。手当て込みで。手隠せ、隠せ。こっちに隠さないかなと思う。込みで？込みです。あー、5000以上差ある？あるね。うん、やっぱ長いと何じゃろ、微妙な顔だって5000円以上あるかわいいまあだって今すごい顔しようだよね。そういうこと。まあでも10年は長いな。まあ10年ってそうですね。だけどもう最初の頃は本当に大変だったから。まあ、最初はいくらでしたとか言うの。最初僕、いや違うんですよ、僕1人ぐらいです。1人。そうです。でも何年やるの。やってないです。で、足場経験多分4年ぐらいで、4年、3年ぐらいですね。うん、で残業なし、あ、残業手当はなし。そうですね。で、フル外注。毎日帰るのが10時、11時ぐらい。で、1万円。交通費なし。朝何時ですか。朝は7時半に、その時、ドバイで積み込みちょっとから夜は。だいたい7時半ぐらい。夜は何時、11時。
立ち上げだね。まあ立ち上げた時、まあ、こいつ鬼じゃんってなってると思うけど、鬼で今聞いたらそうなりますよね。だけど送信度はやっぱ浮上してけえよな。まあ最初頑張ったからできるよな、ね、結局言ったら言ってくれないです、教えてくれないです。時給換算で言う人が多いじゃん。ね、で時給だったらもうそんなに稼げないじゃないだろう、コンビニの方がいいやとか好きなのか、そんなしちゃったのか、どうかしら、コンビニで働きたくないのか、多分うちの会社で働いてるんだろうな。これも嫌だもんな。いやコンビニで何十時間も働けないですよね、多分。そうそうそう、1日8時間とかじゃないですか。そんなに働けるのコンビニも900円でコンビニ40万だったらやる、うん、それはね、コンビニが好きな人もおるで、それはまあ別に人それぞれ自分のどっちがやりがいがあるかだよね。お前が一番暗くしてるんだよ、お前その教えてくださいよ、二人の。お前それ。いや、ちょっとコンビニについて考えてたっす。コンビニ、もうちょコンビニでいいかみたいな。いや、コンビニこんなに殴られて怒られてやめようとしてるんですか。コンビニずっと続けてても、まあ、先がないから、うん、大丈夫、そうでもないじゃん、もう未来コンビニは多分向いてないで、多分向いてないですか。材料管理向いてない、材料の管理ができんすよね、やっぱり首になるやつだ、何が足りんとかおかしくっちゃう。自分なんか減らして自分食べちゃったんですよ。だけど、まあどうあんだろうな、よその会社がどうかしら、他の足場ってどうなの実際、お前、まあ、来る前、いくらもあった。僕は今より1000円使ってます、前の会社。あ、だけどドバテ込んで、あ、向こうはでもドバテ積み込みなかったです。そういうことない。じゃあ今の方が、まあ、時給換算で言ったら安いからかな、まあ、時給で言っちゃえば、ね、うん、そういうことだな。そういうことなかったっす。なんかムカついてきた。いやいやまあ事実だからしょうがないよね。でもこいつもう1年なんで給料1回も上がってない、上げてないです。まあぼちぼちのタイミングか。まあ1年働いて、まあ、他の人間もいるんで、まあ、それは手間を合わせないといけないですけど、やっぱりタケのこっちと違うな。タケの方が1年全然できない。あ、そう。でもこれでタケと同じぐらいもらったらおかしいですよね。免許もなくてトラックも運転できない、うん、お前月どんなじゃん、働くって年間600はある。あ、それはある。月何ですか。月600はマジで神。ボーナス入れて、入れずに。あれどうですかね、入れなくても行くんじゃないですか。すごい。すごい。稼いでる。稼いでる。真面目に働いてたらありますよ。だけど、まあ、今ちょっとなんかそういうのもやってもいいのかな。うまいやってほしい。やってないやっただけみたいな。ちょっと難しいのが出てくるかもしれないですね。その誰がやりやすいとか、やりにくいとか、そんな難しいよな。あともうやりたいやりたいとか。営業も評価制度みたいなのちょっと入れようか。ちょっと今難しいよね、物損とかもあるし。あります。で売り上げだけじゃないじゃん、売り上げ立てたら何やってもいいかみたいな。お金市場主義だとちょっと違うかな。目が見えなくなりそうですね、これ一本になって。そうだな、お客さんとも一切しゃべらんとか、あとドバンもやらんとか、いろいろやらんとか。だよな。さあ、そうか、満喫だっか。あ、まあ、もう分からないですけど。お前すごいなんか置物みたいじゃないこいつ。置物みたいな。いや、なんかその大げさにリアクション取ってもいやらしいというか難しいですね。ちょっとお金の話はいやらしくなっちゃう。いやらしく、一度お金の管理ができない。それがお前だらしないんだ。だらしないです。そう、その本当典型的なあったらあっただけ使っちゃう。いや、ないよ、お金も使うやん。お前、俺に金借りるためにいろんな言い訳だいぶ考えとるよね。なんか携帯代がとか税金がとか、なんか何々が何々がとか、なんか今、まあ、正直言っちゃ悪いですけど、今入ってきた組全員お金にだらしないですよね。あ、本当。そうか、結局はな。じゃあ、まあ、金額は言わずしまい。そうです。聞いても聞いても教えてくれないです、まあ、知りたかったら入ってくださいよ。だけど出勤日数どれぐらい。20ぐらいですね。そう、平均25で。仮に2万だとしたら50万だな。すごい。それで働いてるね。そうそう、こんな暑い日にでも。言い出したら、まあいいか悪いかって、これはまあちょっと大変だよ。まあ、だからお客さんが見とって逆に、いや、そんなに上げてんのだったら、さっそく安くしてよって言うんだったら、ちょっと違うと思うな。そうですね。厳しい、大変。じゃあこの金額出しても来ないんだもん、90。一応 YouTube やってるとたまたま集まるじゃん。ここも人手が足りない。もっと出してやるよ。で、受け金額がどんどん下がっていくもんね。ちょっと今度面白いな、
ドバイってやる財布の抜き打ちやろっか、金にだらしないやつ、しっかりしたやつ、いろいろおるもんで、僕とかカンタ、松田君、トシ君は多分現金持ってないですよ。あ、お小遣い制か。いや違う、あのカードとかクイック、あの携帯で払ってるね。そういうことだ、今そうか。いや、クイックペイ使用履歴チェックとかやろうか。面白いな。それない人ね、現金ない人は。クイックペイ使用履歴チェックとかで面白いじゃん。何が出てくるだろう、どこで買ったとか。お前。それ面白いな、それやろうか。ここはい、じゃあ、もう、今日も偉いな。シート入り出しちゃう。はい、できることかな。まあ、次ので、はい、あの、現場の皆さんも、はい、あの、本当にね、梅雨明け、一番熱中症出やすい時期だから。なので、本当に気をつけてください。足場の買い取り、もうそれこそ、買い取りでね、あの、売ってくれんかなって言って、そりゃまだ俺電話してないんだけど、もうちょっと結構大量に足場が欲しいみたいな話が来とるらしいけど、まだ今はちょっとね、そこまで買い取れてないんで、なのでまだ売るってことはちょっとまだ難しいですけど、まあ、まずは今買い取り中心で、工具なども買い取ってますので、ぜひ声かけてください。よろしくお願いします。お願いします。せーの。頼むでー。